欧州連合における強化された協力とは、加盟国のうち3分の1以上が、欧州連合の枠組みにおける分野で、統合や協力を行うことができる措置。欧州連合条約の第20条において、規定されている。強化された協力が適用された場合、当該分野での統合や協力を望まない、加盟国はその政策に加わる義務を負わないことになっている。 2017年10月時点で離婚法のほか、欧州統一特許、欧州検察局、及び欧州連合金融取引税に適用されている。強化された協力はアムステルダム条約において、欧州共同体と警察、刑事司法協力の分野で導入されたものであった。ニース条約ではその仕組みを単純化し、強化された協力の設定に対する反対を禁止した。 また防衛に関する案件を除いて共通外交安全保障政策分野にも導入された。その後、リスボン条約において防衛に関する案件にも適用されることになった。強化された協力はすべての欧州連合加盟国のうち最小で3分の1の国が欧州連合の枠組みにおいて協力することを認めるものである。これによって当事国は強化された。 協力の適用されないもの以外の分野よりも異なるスピードでまた異なる目標に向かって行動することができるようになる。強化された協力はある提案に対してある一つの加盟国あるいはその案への関与を望まない少数派の拒否権によって成立しないという停滞状態を打開するために設定されたものである。ただし基本条約で認められた範囲を超えた権限の 拡大については許容されるものではなく、通常の手続きでは、目的が達成できない場合の最後の手段としてのみ、適用が可能である。また欧州連合の加盟国に対して、不当な扱いをすることや、欧州連合が排他的権限を行使する分野を含むことは、禁じられており、基本条約の目的を促進しなければならないもので、ある。 強化された協力には、欧州連合の加盟国のうち3分の1以上の国と欧州委員会が適用を求めることになっている。欧州委員会が提案を受けた後、その案を進めるためには、すべての加盟国による条件付け多数決での承認を受けなければならない。黄色の14カ国が離婚法での協力に取り組んでいる。2010年までに強化された協力が活用された。 唯一の事例が離婚に関する法令である。欧州連合の域内で越境離婚の事例が増加していることを受けて、域内において国際結婚した夫婦の離婚についての問題を解決するための共通の規定が提案されていた。ところがスウェーデンはリベラルな離婚法が損なわれることを恐れて、その規定案に対して拒否権を行使した。離婚法は、 欧州連合の加盟国ごとでその性格が異なっており、北欧諸国ではリベラルなものである一方で、マルタでは離婚を認めていないなどの保守的なものがある。スウェーデンによる成立阻止を免れて共通規定の導入ができるようにするために、2008年7月にオーストリア、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、ルーマニア、スロベニア、 スペインの9カ国が強化された協力の適用を求めた。この動きにベルギー、ドイツ、リトアニア、ポルトガルも加わることを検討した。2008年7月25日の司法省らによる会議で9カ国が強化された協力の適用を模索することが決まり、同月28日にフランスを除いた8カ国が欧州委員会に規定案を作成するよう求めた。 2010年3月24日に欧州委員会が離婚に関する法案を正式に提示すると、ブルガリアが前日の9カ国と合流して、協力の適用に向けて取り組むことになった。ギリシャがこの動きから離脱する一方で、2010年5月28日には、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、ラトビアが正式に加わった。2010年6月には欧州議会が、 法案を承認し、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペインの14カ国が強化された協力の適用に向けて協議することになった。同年7月12日には、理事会も強化された協力を進めることを承認した。強化された協力は加盟国ごとで、 統合の段階を多様なものにするという考え方に反対する立場から批判されており、議長国を務めていたフランス政府筋は、強化された協力はこれまでに実施されたことがなく、極めて微妙な話だ。一部の加盟国では、他の国よりも統合が進むことになり、それは必ずしも我々が求める欧州連合の姿ではないとした。ニース条約が協議されていた2002年には、 リベラル系の欧州議会議員、ニック・クレンクが強化された協力について、欧州連合の根幹を揺るがすものだと非難していた。ありがとうございます。